これね、なんかビーガンって書いてますね。マイビーガンってやつなんで、野菜で作ったクランチバーということですか。まあこれで、まあなんか快適にね、また空腹を抑えながら、ダイエットまた筋トレに励めるということでございます。詳しいことはわかりません。まあ英語で書いてあるのか何語で書いてあるのかわかりませんが、ごちゃごちゃごちゃと横文字が並んでるんで、これからしっかりと読んでいこうかと思いますけども、またミスター M さんもね、これいかがでしょうか。食べ過ぎない方がいいと思うんですけども、やっぱりお菓子ですからね。まあただ、このプロテインというか、ダイエットに効くお菓子ということなんで、節度を守りながらいただこうかと思います。それでは。こんにちは。6月29日の午後2時ぐらいですね。なんと言いますか、プロテイン食べてみましょうか、今日も。今日の体重測ったらね、84.9kg だったんですよ。6月の末、明日ですね、明日の体重が85kg だったら、まあ、御の字かなと思いましたんで、まあ、今日の時点で達成ですよね。あ、違った。83.9kg です、今日。83kg 台だったんですよ。まあ、ですんで、このまま、じっくりしていれば、明日は85kg をクリアして、まあいい7月になるのかなと思います。そういう意味でも今日こちらのね、マイビーガン、クラブ、カーブクラッシャー、こちらの方をちょっといただいてみようかと思います。ちょうど夕食前のおやつにはいい時間かなと思いますね。2時とか3時か、今2時半ですからちょうどいいですね。じゃあいただきます。これはね、プロテインが 16g 入っていて、砂糖が 1.8g だそうです。まあまあいい感じじゃないですか。いただきます。よっと。わあ、これは、すごい。美味しそう。プロテイン最近はね、美味しそうですよ、すごく。これ見てください。黒いクランチのアイスクリームというか、チョコバーそのものですね、こうやってね。いただきます。うん。ほら。断面も、むちゃくちゃ美味しそうですよ。これもまた、ケーキみたいですね。マイビーガンと書いてますから、ビーガンなんでしょうね、きっと。うん。あ、これもね、もちもちしてて、お腹にしっかり溜まりそうですね。うん、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 うん。味は申し分なし。飲むのは、プロテイン。うん、これはね、文句なしで、ストロベリーみたいなやつとか、クッキーよりは好きですね、これね。美味しそうでしょ？うん。だからこれね、クランチを何本か持ってって、ドライブとかに。出先で食べるのもいいですね。うん。うん。肝心なのは、筋トレしないと、タンパク質吸収しても、もったいないんで、うん、今日はプランクの2週間目120秒やりますかね、この後。うん、すごい。うん、大きくて食べ応えあります。うん、これ1個食べたらもうね、十分ですよ。完食としてはもうパーフェクト。この後ちょっと筋トレして、うん、でプランクして夕食に臨もうと思います。夕食はね、炭水化物を完全に抜いて、まあ野菜類で血糖値が上がらないようにした後、そうですね、なんかタケノコの煮たのとか、鶏肉のちょっと煮っころがしをいただこうかなという計画でございます。あと納豆もね、お豆腐もちょっといただきます。それでは。